ロバート・モリス・モーゲンソーロバート・モリス・モーゲンソーはニューヨーク軍の地方検事。1919年、ロバート・モーゲンソーはフランクリン・ルーズベルト政権で財務長官を務めたヘンリー・モーゲンソー・ジュニアの息子として誕生した。ロバート・モーゲンソーの祖父のヘンリー・モーゲンソーは不動産取引で財産を築いたニューヨークの著名な実業家であり、アメリカ合衆国大統領。 ウッドロー・ウィルソンを財政的に支援した。ルーズベルト家のあるニューヨーク州ハイド・パークの近くに、モーゲンソー一家が住んでいたことから、ロバート・モーゲンソーは、ルーズベルトと信仰を持ちながら成長した。モーゲンソーは、ディアフィールド学園、アマースト大学を経て、アメリカ海軍に入隊。第二次世界大戦期の4年間にわたって従軍し、最終的に少佐の階級を得た。 海軍時代のほとんどを駆逐艦の艦状で過ごし、主に地中海と太平洋で活動した。1948年、モーゲンソーはイエール法学大学院を卒業し、ニューヨーク市内の法律事務所で働き始めた。その後、1954年に事務所の共同経営者となり、1961年に当時のアメリカ合衆国大統領ジョン・カイケネディから、 ニューヨーク南地区の連邦検事に任命された。1962年、モーゲンソーは、ニューヨーク州知事の選挙に民主党から立候補したが、現職候補ネルソン・ロックフェラーに敗れた。選挙後、モーゲンソーはケネリによって、再び連邦検事に任命され、続くリンドン・ジョンソン政権でも連邦検事に任せられた。連邦検事に就任したモーゲンソーは、 証券詐欺を調査するための特別チームを組織し、国税庁の贈収賄事件やニューヨーク市の粉飾決算事件を公表するなどの活動を行った。1969年1月、アメリカ大統領選挙でリチャード・ニクソンが当選すると、ニクソン政権は盲言僧に対して連邦検事を辞任するよう圧力をかけた。次第に増加する圧力に対して盲言僧は抵抗し、 共和党の上院議員、ジェイコブ・ジャビッツ、チャールズ・グッテルラと共に、ニクソン政権の圧力に対抗した。モーゲンソーは、ニクソン政権が、都合の悪い事実を隠蔽するために圧力をかけているのではないのかと主張したが、モーゲンソーの情勢はますます悪化していった。そして1969年末、モーゲンソーは、連邦検事の職を解任された。その後、モーウンソーは、 ニューヨーク市の助役として、ジョン・リンゼー市長の下につき、民主党から、ニューヨーク州知事に推薦されると助役を辞任した。ニューヨーク州知事選挙に出馬したモーゲンソーは、対立候補、アーサー・ゴー・レドバーグやハワード・サミエルスよりも多くの支持、資金を集めたが、わずか数週間で立候補を撤回した。そしてモーゲンソーは、第一線を退き、1974年まで、 私生活に身を置いた。1974年、毛源ー,ーは、フランク・ホーガンの死去により、空席となったニューヨーク軍地方検事の補欠選挙に立候補した。そして、毛源ー,ーは、ホーガンの代任を務めた、リチャード・クーを破って当選した。ありがとうございます。